今から25年前、インベーダーゲーム登場、スターウォーズ未知との遭遇、東京に大量の異星人が襲来した。まさにその年、コンピュータという武器を従え、あの伝説のテクノバンドが誕生した。テクノカットに人民服、巨大シンセサイザーの壁と無数の配線、独特のライブと斬新な電子音は人々の度肝を抜き、近未来の到来を予感させた。歌謡曲全盛時代、インストゥルメンタルにもかかわらず、ライディーンの入ったアルバム「ソリッド・ステイト・サバイバー」は当時としては異例の87万枚ものセールスを記録。 YMO という彼らの存在自体、社会現象となった。しかしこのブーム、日本から始まったわけではない。 YMO の人気に最初に火がついたのは海外だった。何でも始めるときはね、遊びなんですよ。遊び心に隠されたライディーンヒットの秘密とは。僕はやっぱり真の侍かな。なんかこう抹茶タタタタと全然イメージ違いますけどね。一体黒沢映画とライディーンにいかなる関係が。今までの枠では語れない手段ですよ、コンピューターで演奏する。近未来テクノロジーへの憧れ、そして今夜、あの伝説のシンセサイザーモーグによってライディーンが復活する。結成からちょうど四半世紀、今明かされる数々のマジック。この番組は人と自然と響き合うサントリーと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。アメリカから逆輸入された YMO、日本中が彼らの凱旋を待ち望んだ。そして会場にライディーンが流れるや否や、観客の興奮は最高潮に達した。しかしあの日、あの二人が細野の構想に賛同していなければ、 YMO は誕生していなかった。遡ること1年10ヶ月、日本のロック界をリードするベーシスト細野晴臣の自宅には2人のミュージシャンが招かれていた。一人は東京芸大卒のキーボード奏者、教授こと坂本龍一。もう一人は技巧派ドラマーとして知られていた高橋幸宏。幸宏を見てたら、その当時はちょっと悩んでて、バンドっていうのかな、セッション活動に煮詰まってたっていうところがありますね。で、多分坂本くんもセッションばっかりやってましたから、スタジオで、ちょっと飽きてたんじゃないかなと。そういう時に声をかけたんで、とても反応がよく、特に幸宏がね、生き生きと、目を爛々と輝かせてきたんですよ。細野家のこたつの上にはおにぎりと一冊のノートが置かれていた。ノートは細野のメモで埋め尽くされていた。そして最後のページを開いた瞬間、二人は目を丸くした。あのね、細野さん結構ノートにいろんなことを書くんですよ、自分の、 あのコンセプトとか。でその時はなんか一番裏のページだったかなっていうイメージなんですけどね、そこにあったやつをこう見せてくれて、こういう感じなんだよ、400万大爆発、アメリカ何百万枚とか書いてあったわけでしょ。400万枚か。そんなのいい加減な話で、別にその冗談であって本気じゃないわけです。
冗談にせよ YMO は世界進出を前提に結成された。そしてもう一つ、当時としては奇想天外なあるアイデアが細野にあった。今までの枠では語れない手段ですよ、コンピューターで演奏する。で、僕たちはミュージシャンとしてずっとやってきたんで、自分あるいは人が演奏しない限り音楽はできなかったんですね。指とか足とか使って、声使って音を鳴らしていかないとね、ギターなりベースなりキーボードなりを鳴らしていかないと音楽ができなかった、できなくて当たり前になったんですよね。70年代末、日本はハイテク大国への道を爆進していた。テクノロジーが進歩する中、細野もコンピューターとのセッションという夢を大きく膨らませていた。しかしまだ生活の中にコンピューターなどない時代、実際コンピューターで音を作るには専門家の技術が必要だった。そこで呼ばれたのが YMO 第4のメンバーと呼ばれる松武秀樹だった。僕が一番初めそのこういう電子音楽というか、こういうコンピューターを使った音楽を初めて聞いたのが万博だったんですね、1970年の。であの時に、まだシンセサイザーって言葉全然僕知らなかったんですけども、なんか今まで聞いたことない音で、なおかつ人間が弾いた感じじゃない演奏をしている、これ一体何だろう。で後になって分かったらこれだったんですね、このシンセサイザーがそれを演奏していたんで、ああ僕もああいう機械で音楽を作りたいなっていうのが最初の出会いでしたね。これこそが YMO の象徴、通称タンスと呼ばれたシンセサイザーモーグである。しかしその値段、当時驚くべき金額だった。値段ですかこれがですね、まだ円が360円の時代ですから、約700万800万ぐらいしましたね。もう死ぬ思いで借金して買いました。これ返せなかったらどうしようかなというふうに思ってて、そしたら参加することができたんで借金が返せるようになりましたけど松武の協力を得て、ついに YMO の曲作りが始まった。当時電子音が街に響き始めていた。ディスコブーム、スターウォーズ公開、そんな中、高橋にはあるアイディアがあった。和風のディスコミュージックができないか、それこそがライディーン誕生につながるのである。ところがきっかけは鼻歌だった。最初街道ものみたいなイメージがあって、時代劇ので、なんか黒澤明監督の映画に出てきそうなものをシンセでやったら、それをディスコミュージックで、つまり和風ですけどねと思って、最初のチャンチャンってコードとターンに行くそのコードワークとメロディーを、まあ鼻歌みたいに口ずさむ時があったらしいんですよ、教授曰く。あとでそれはどっかのカフェバーで僕が言ってたとか、なんかそういう話になってるんですけど、僕はやっぱり真の侍かな。なんかこうあっちはター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 全然イメージ違いますけどね、なんかこう勇ましい感じだったんですよ。それと同時にその戦うっていうことのネガティブな部分をむしろ排除しちゃって、なんか明るくて、なんか桜吹雪がパーッと舞うようなね。なんとライディーンは7人の侍の YMO 版サウンドトラックとして作られたものだった。その証拠に曲の半ばで馬のかける音がはっきり表現されている。馬のショートは僕得意だったんですよ、シンセサイザーで作るんですよ。当時スターウォーズとかの影響もあって、クロス映画みたいなああいう戦闘シーンを、まあ、スターウォーズみたいなのの場面にこう置き換えてみたらどうだろうっていうのが多分新しくて、実際にシンセサイザーで音ピョンピョンとかね、ムーッとかいうそういう音実際作って、手でみんなでやり合いながら入れてた記憶があるんですけどね。さらに馬のかける音は感想だけに限らなかった。ライディーンのこのリズム自体馬のかける音だった。
最初から馬でしたそう言われれば、うん、馬が走るとやっぱりパッパカ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 ですからやっぱりそれがそういうリズムを使ってまあいう風になっちゃったんじゃないですかね。今回特別に馬のかける音を再現してもらった。モーグがその音を出すのは実に23年ぶりのことである。ライディーンには他にも遊び心が散りばめられていた。僕の中ではその雷電というイメージがあったんですね。雷の電気、それを英語読むにするとやっぱりライディーンってなるという、なんかそういうちょっとこう漫画っぽいイメージがあったんですよ、あの音楽に。実は当時勇者ライディーンというアニメが放送されていた。それもヒントになった。こうして完成したライディーン。しかしファーストアルバムは全く売れず、日本では誰からも評価されなかった。まあね、結構辛い目にあってるんですよ YMO っていうのはね。いろんな取材は来てくれましたけど、なんて言うんだろう、先入観でみんなものを見るんで、コンピューターでやってるっていうことがもうつまり非人間的だという図柄でも聞きに来るわけですね。日本の音楽業界からの黙殺。それでも遊び心と冗談を忘れずに曲作りを続けた YMO。 ところが冗談ではいられない事態が起こる。なんと結成から10ヶ月後、アメリカ人プロデューサーに見出され、アメリカ行きのチケットを手にする。実際にちゃんとした演奏を国内でもやってないのに、向こうでいきなり、しかも野外で何万人みたいなところでやんなきゃいけないっていうのがね、うん、大丈夫かなみたいなちょっとありましたけどね。巨大なシンセサイザー、モーグとライディーンを引っ提げて海を渡る YMO。 果たして東京発のテクノミュージックは海外の観客に受け入れられるのであろうか。当時の僕たちとしては割とこうクールに出てったつもりなんですけどね。でもまあ1曲目ぐらいまではちょっと緊張したかな。YMO にとって初の本格的ライブだが、当時日本はまだ遠い国。アメリカ人には日本に対する奇妙な思い込みがあった。しかし YMO はあえてそれを利用した。一日ホテルでも缶詰になって取材してると、もう同じ質問が多いんですよ。東京はもうどういうところで、まあ東京ってスモッグがすごいらしいけど、みんな本当にマスクして歩かなきゃダメなのかとか本当に聞く人がいるんで、当時、まあ、20年以上前の話ですけど、あ、もうもちろんって言ってね、みんなマスクしてますよとか、まあ、そういう意味での僕たちのこう戦略的なね部分での東京をプロモーションするっていう、ハイテクとなんか伝統と混ざった奇妙な街っていうね、なんかブレードランナーに出てきそうなっていうのをわざともう強調しちゃう、デフォルメしてね。それは多分ハリウッド映画に出てくる、日本の姿が変だったりとか、それ見てもやっぱり面白いなと思うし、まあ勘違いが面白さを生んでいくし、そういうのは全部ひっくるめて、勘違いひっくるめてエキゾチックなもんなんだと思いますね。勘違いが生むエキゾチズム、そんなコンセプトのもと YMO は独特のファッションを生み出していった。そしてあのテクノカットには意外なルーツが。中国の方たちがクラシックを演奏してるっていう番組を見たことある、3人で見てたんです。その方たちの様子を見たら、なんか妙にもみあげがスパッとなかったようなイメージがあって、あ、これテクノカットと呼んでる僕たちのイメージに近いから、じゃあ僕たちももみあげを切ってみようっつって、なんか切った覚えがあるんですけどね。当時多くの若者が真似たテクノカット、実は中国中央楽団の髪型にヒントを得て発案された。さらに勘違いが生むエキゾチズムは、ライブであの巨大シンセサイザーを使ったことだという。ムーグっていうシンセサイザーは
タンスと言われてたぐらいで本当に大きかったですよね。 でもそれをより一層こうなんか大げさにステージで見せてたんですけど、だからまあやはり彼らから見るとやっぱりその電気製品の国ですから、当時日本というのはそんなようなニュアンスでもやっぱり彼らはエキゾティックっていうイメージで見せたんじゃないですかね。僕たちは電気製品のロックバンドみたいな。1979年8月2日 YMO はついにグリークシアターのステージに上がった。日本でもまだ無名なバンドを外国の観客は受け入れてくれるのか。この歓声とともに YMO の快進撃が始まった。ところがライブの舞台裏では大きな苦労があった。ライブで大体もうコンピューター持ってって何かをするってこと自体が非常に危険じゃないですか。熱暴走しちゃうんですよコンピューターが。でそれはもうどうしようもないんですね。っていうか後でこの設計者、まあ、ローランドの設計者に聞いたんですけど、まさかライブでそんなもん持ってってやるとは思いませんでしたと。暑さに弱いでしょ。こう照明とかあれだってもう扇風機回してないとダメなんです。回しててもダメな時が多いので、途中で蒸発しちゃうんですよデータがね。静電気にも弱いし、もうどうにでもなれって感じで世界初のコンピュータと人間の共演ライブだが、そこでの戦いは熱だけではなかった。コンピュータが発するリズムに人間がいかに合わせるか、その戦いでもあった。メンバーがしていたヘッドフォンにその秘密がある。ヘッドフォンの中にクリックが入ってたんですよ、まあ、いわゆるリズムガイドですよね。コンピュータってのはその自分でしか合わせられないんで、人に合わせてくれないわけですから、そのコンピューターの発するクリックにみんなが合わせてたわけです。 YMO クリックと呼ばれるものがありまして、当時僕たち一番ただの普通のクリックっていうとカッカッカッカとかそういう音なんだけど、メトロノームみたいな、僕たちの場合は独特な音がありまして聞かせられないものなんです。まあキッコッコッコカッコッコッコって呼んでましたけどね。その YMO クリックを松竹が特別に聞かせてくれた。このぐらいかな。だから非常に機械的な冷たい感じのものが鳴っていたんですけどね、まあ、これを聞いて池田君がまあ、カウントなしで叩き出すという形を取っていたんですね。非常にこれは画期的だったんですけどね。でもどうなんでしょうね、なんか人間対機械の戦いですね。これにずれないように叩かなきゃいけないっていうのが難しかったんじゃないかなというふうには思いますけどね。エキゾチックなビジュアルとクールな電子音、 YMO のデビューアルバムはアメリカで発売され、全米アルバム売上ベスト100に21週連続チャートイン、さらに世界33カ国で発売という偉業を成し遂げた。そして彼らが海外へ行っている間、なんか国際電話でレコード会社のなんかスタッフがソリッドステートサーバイバーがオリコンで初登場10何位とか、あんまり興味なかったんですよそういうのに、それってすごいのとかみんなでいや結構すごいらしいよとかって、そういうタイプの音楽がね、そういう風に入ってくること自体が。その人気は日本に逆輸入されていた。なんと YMO ブームは大きく増幅され、発信地東京を襲っていたのである。
の世界ツアーから帰国した YMO を待ち構えていたのは戸惑うほどの YMO ブームだった。海外ツアー出発直前に発売されたライディーン収録アルバムソリッドステイトサバイバーの売り上げは90万枚に迫っていた。ポップスターとかポップアイドルとか最後にはカリスマだとかなんかそんなことまで言われて、全然僕たちはそういうことになりたいとは思わない。別にポップスターであることは僕は構わなかったんですけど、ただそれで街を歩けなかったり、その当時や僕は洋服の仕事をしてて、そのブティックにも行けないわけですよ。当時渋谷にあったんですけど、行くとなんか騒ぎになっちゃうみたいな。 YMO の音楽は世代を超えて受け入れられ、音楽業界はもちろんファッション、ダンス、広告まで YMO は一つの社会現象となっていった。高橋幸宏デザインの YMO シャツ、思い切ってプレゼント、今フジカセットから。だが結成からわずか5年後、日本武道館でのコンサートをもって YMO は散会した。しかしあれから20年経った2003年、今でもライディーンは私たちのそばにある。あ、いいっすか、ちょっと。携帯電話、そこから流れるシンセサイザーの音は YMO をリアルタイムで知らない若者にとっても耳慣れた音楽となっている。どうも。かつてタンスと呼ばれたあの巨大シンセサイザーも今では携帯電話に収まってしまうほど技術が進歩したのである。で、実際そのコンピューターに当時演奏させることができるって、ある程度できるようになり始めた頃、まあメンバーで教授なんかともよく言ってたのは、結局ソフトの分を作る、その音楽を作る人間のイメージがますます豊かでないと、ますますつまんないものができてしまう。簡単に音楽は作れるよ、そのテクニックを磨かなくても作れるようになるけども、その感性の部分がもろ出ちゃうんで、よりストレートに出てしまうんで、その部分がますます大切な音楽になるよねっていう、よく話して、だから YMO はその部分をとっても大切にしてたと思いますね、細野さんも教授も。あれは作った時の幸宏のなんかとっても解放された鼻歌感覚とか、それをこう面白かしくみんなで作ってった時の楽しさっていうのは、やっぱり僕たちはそれを本当に楽しんで作ったっていうことがヒットしてった。あんまりそういうことはないですね、それまで、今もあんまりないですけど。そして番組宛てに一通のメールが届いた。With me every day, and I start to cry and say, please don't talk that way. With a blink of an eye, the Lord came and asked you to leave. You went to a better place, but it stole you away from me.